いつものプライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2015年モデル BMW640i グランクーペ M スポーツを紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、フロントに下すり、ボンネット、フロントガラス複数箇所に飛び石、フロント複数箇所、左フロントフェンダー、リアバンパー複数箇所に線傷、右フロントと右リアのアルミホイルに傷がございます。走行距離に関しましては約2万1000キロと低走行なお車です。外装色はアルピンホワイト、インテリアはブラックレザーが採用されております。 BMW6 シリーズクーペの美しいフォルムはそのままに、4枚ドアが備わった 640i グランクーペでございます。こちらのお車は M スポーツということで、内外装スポーティーな仕上がりの一台となっております。ヘッドライトに関しましては LED ヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。続きましてエンジンスペック紹介させていただきます。エンジンは3リッター直列6気筒のターボエンジンが搭載されており、最高出力は320馬力でございます。また足元に関しましては純正の19インチアルミホイルが装備されております。続きましてリア紹介させていただきます。リアのテールライトに関しましてもLED が採用されており、安全性視認性ともに優れたデザインとなっております。またトランクリッドスポイラーも用意されたお車ですので、リア周りもスポーティーな印象を受けます。続きましてトランクスペース紹介させていただきます。トランクに関しましては手動での開閉となります。スーツケースに関しましても収納することが可能です。また後部座席を倒していただきますと長い荷物にも対応ができます。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはブラックレザーが採用されております。運転席助手席若干の使用感がございます。ステアリングに関しましては3本スポークのレザーステアリングが装備されております。こちらにはパドルシフトが装備されておりますので自由自在な変速が可能です。またアダプティブクルーズコントロールも用意されておりますので快適なクルージング走行が可能となっております。ナビゲーションに関しましては純正のハードディスクナビゲーションが装備されており、こちらは地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますとバックカメラが作動し安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては8速のオートマチックシフトが採用されております。走行モードも用意されており、路面状況に応じて適切な走行モードをお選びいただくことができます。フロント両席に関しましてはシートヒーターが完備されておりますので肌寒い季節でも快適なドライブが可能です。
続きまして後部座席紹介させていただきます。後部座席に関しましては左右独立式のシートが採用されております。こちらに関しましては両席良好な状態を保っております。こちらの車にはサンルーフが装備されておりますので、後部座席の方も開放感あふれるドライブをお楽しみいただけます。最後に気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。今回は2015年モデル BMW640i グランクーペ M スポーツを紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約2万1000キロと低走行なお車です。美しいデザインと実用性を兼ね備えた 640i グランクーペ M スポーツでございます。こちらのお車は320馬力を発揮するエンジンと8速のオートマチックシフトが組み合わさることにより、スポーツ走行を十分にお楽しみいただけます。また純正のハードディスクナビゲーションやシートヒーター、アダプティブクルーズコントロールなど数多くの快適装備が施されております。また車検に関しましては2020年の9月まで有効ですので、ご安心してお乗りいただけます。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。